こぺいこさん、あゆみちゃん、マスク届きました。みんな拍手。こんなにたくさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、まさかこんなにですね、送られてくるとは思ってなかったので、スタッフみんなびっくりしました。本当にありがとうございます。またこれからも私たちもですね、コロナに負けないようですね、放送も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ引き続き、見て聞いて楽しんでいただけたらなと思います。そして、スタッフの方一人一枚いただきまして、その後、パンコペンコさん、そしてですね、あゆみちゃんが言っておりましたお手紙もね、読ませていただきまして、読谷村のオムリアーチ手作りマスク専任プロジェクトの中の方に、また村長の方にですね、私に行きたいと思いますので、ぜひ私たちの方が代わりに持っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます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 。